福島県第2区はかつて存在した衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員総選挙から設置された。廃止時の定数は5。現在は郡山市、元宮市、日本松市、足立郡が福島2区、須賀川市、白川市、田村市を中心とした中通り中部南部が福島3区、会津全域。 西白川郡西郷村が福島4区となっている。自治体の名称は、第40回衆議院議員総選挙時点のものである。1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数、56万3251人、投票率。 78.59%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行当日有権者数55万1669人投票率83.75%第38回衆議院議員総選挙7月6日執行当日有権者数54万4665人投票率 81.24%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日。有権者数、54万263人。投票率 78.、78.09%第36回衆議院議員。総選挙6月22日執行当日。有権者数、52万8802人。投票率 83.、83.80%。 第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数、52万5730人、投票率 80.、80.90%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数、51万2860人、投票率 84.、84.90%第33回衆議院議員、 総選挙12月10日執行当日有権者数49万4217人投票率87.07%第32回衆議院議員総選挙12月27日執行当日有権者数48万1828人投票率83.52%第31回衆議院議員 総選挙1月29日執行当日有権者数46、461。202人投票率 84.、84.20%、第30回衆議院議員総選挙11月21日執行、当日有権者数、45 9179人、投票率 84.、84.46%、第29回衆議院議員。 総選挙11月20日執行当日有権者数467,152人投票率85.40%第28回衆議院議員総選挙5月22日執行当日有権者数457,108人投票率86.90%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行 当日有権者数、45万530人、投票率 83.、83.55%。第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数、44万5147人、投票率 83.、83.10%。第25回衆議院議員、総選挙10月1日執行当日有権者数。 458,040人、投票率 79.、79.23%第24回衆議院議員、総選挙1月23日執行当日、有権者数、435,273人、投票率 71.、71.80%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数、445,989人、 投票率62.81%ありがとうございます。